日本東京都八王子市長沼町長沼町は東京都八王子市の地名。定番を持たない単独町名であり、住居表示未実施区域。郵便番号は192-0907。八王子市東部に位置する。浅川と多摩丘陵に挟まれた細い町である。田畑が点在している。南端には都立長沼公園があり、ハイキングコースになっている。 東で、日野市、平山、西で、北野町、内越町、南で、下湯木、南陽台絹丘、北で、日野市、西、平山と隣接する。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、長沼町765番号の地点で14万8000円、平方メートルとなっている。武蔵七島の一つである、 西と長沼市がいたからという説と浅川と湯戸の川の伏流水によってできた沼が大きかったことからという説がある。南多摩郡内で長沼の地名が重複していたため1878年に稲城村の長沼と区別するために西長沼に改称された。一方の稲城村の長沼は東長沼とされた。2017年12月31日現在の 世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。京王電鉄京王線長沼駅が最寄り駅である。居住エリアの違いで平山城市公園駅や北野駅を利用するのが通常。八王子市が運行するコミュニティバスである八バスと京王電鉄バス、八王子営業所が運行するバスが走っている。 ありがとうございます。